今度は手を上に上げて、右手の肘、もしくは手首ですね。はい、ぐーっと引っ張っていきます。最速伸ばします。肩は最速ですね。はい、ゆっくり戻して、今度は反対です。左のは、つま先が外だったり、内だったりしないように、自分の肩幅ぐらいのところで、つま先を前ですね。で、そのまま膝も前です。これでこう開いたり閉じたりしないように、まっすぐ、はい、ゆるゆる屈伸です。30秒ぐらい、本当はなんか3分とか5分とかやられる方はずっとやられるそうです。今できない。